すべてが生まれ変わったような、何も変わってないような、不思議な感じです。起きた時、恩師様の姿が見えなかったため、お迎えに上がろうと思ったのですが、まさか、先にお帰りになられていたとは。やっと帰ってきたか。待ちくたびれたぞ。あ？どうして俺様がてめえを待ってたかだと？てめえがバカだからだ。お帰りなさい、恩師。恩師、次の命令は？お帰り。外では何もなかったかい？恩師様、来たのか。チーズちゃんが美味しいものをたくさん作って待ってるんだぜ。出かけるのにこの俺を置いていきやがったな。なんだこれ、食いもんか。ったく、これに免じて許してやる。特別だぞ。恩師様、お帰りなさいませ。お疲れのようですね。猫耳面に湯あみの準備をさせましたゆえ、汚れを清めた後、食事といたしましょう。戻ったか。使いで買ったものはそこに置いておく。ご苦労だった。褒美は何がいい？出かけたんならもう帰ってくんな。ひな子はこう言ってる。ここでじっとしていてもつまんねえな。そうだ、恩師様、どっか行きたいところはないか。恩師様、デイジーは好きかい？そっか、好きか、よかった。ほら、お前さんのために積んできたんだ。恩師様、お帰りなさい。お座りください。こんなに長く姿を見せないとはな。俺様を怒らせたらどうなるか分かってるんだろうな。あ？戻れ！別に取って食わねえから。何逃げてんだ！恩師来たか！果物を取りに行こうぜ。あ、うるさくてすみません。悪気はないんです。ただ、僕何か口に入れていないと暴れてしまうたちでして。この世界には人を騙すものと騙されるものが存在します。だが私はそのどちらでもありません。あなたにその違いがわかりますか？おかえり。小ネギ用のタケノコちゃんでも買ってきてくれた？どう？暇なら一曲やらん？帰るのが遅い。時計盤も読めないのか？やはり世の想像通り。何？貴殿に会えて世は嬉しく思う。恩師はん、この和歌どう続ければいいと思います？これも運命の巡り合わせかしら。一人でどこに行ってきたの？悪い人。今度は私も連れて行きなさいよ。恩師様、やっとお帰りですか？お疲れ様でした。お荷物は壁のそばに置いてくださいね。ありがとうございます。ああ、お戻りになりましたか。童心の中に餌食あり、餌食の中に童心なし。まさに恩師様のためにあるお言葉ですね。邁進を怠らなければ未来は安泰でしょう。とはいえ、油断は禁物ですよ。来たか、恩師。何か面白いことでもあったか？お帰りなさい。お風呂を沸かしました。先に湯あみを済ませてはいかがですか？やっと帰ったか。
遅い。言っただろう。あっちこっちうろつくんじゃない。お帰りなさいませ。恩師様がおられぬ間、この子らがいささかも落ち着きませんでした。釣られて我までとぼついてしまいました。操作システムを起動しますか。あ、恩師様が帰ってきた。いちご、早くこっちで恩師様を出迎えてよ。おかえり。分かってたんだぜ。どうせお前は俺に会いに来るってな。おかえり。アンジェ。あ、もっと静かに。なんで？来たか。ではお座りなさい。恩師様、お帰りなさい。今お茶を入れたところです。よかったら一緒に飲みませんか？待たせてしまってすまない。少し用事があってな。なんでそんなボロボロになってんだよ。またあのブサイクにやられたのか。汚ねえ野郎だ。お前はここで待ってろ。俺がその落ち神どもをぶっ飛ばしてやる。俺の恩師に手を出したんだから、どんな目にあっても文句は言わせねえよ。